はい、というわけで皆様です。今は109の前にいます。本日はですね、この109の前の街頭ビジョンにですね、うちのカフェが、まあ、宣伝の動画が流れるということで、見に来ました。毎時18分に流れるということで、おそらくあと、1、2分で流れるんだと思います。ここですね、このここ流れます。まあ、やっぱね、渋谷の109の前なんで、本来ならば人通りが多いんですけど、まあ今は自粛期間中ですので、まあでも思ったより多いですねもっと誰もいないのかと思ってましたけど、まああとね、まあ、うちの店が六本木っていうのもあるのでね、まあ若干場所離れてるんですけれども、まあ、せっかく流してもらえるっていう記念なんで、撮りに来ました。いやでも嬉しいですね。だって多分ですけど、僕もまだここに映ったことないですよ先にうちのお店が映るということで、ありがたい話です。ちょっと待っておきましょうか。多分もうすぐなんですよね。行ってもドキドキしますね。たくさんね、これがねハロウィンの時期とかだともうすごいんでしょうね。まあ流してもらえるのはほんの1週間ほどなんですけども、すごいありがたいです。やっぱもちろん宣伝もそうなんですけども、やっぱりね、自分で作った店がねこうしてなんかいろんなところで見てもらえるって、なんかほんとまあ変な言い方ですけど、宣伝にも宣伝ももちろんですけど、やっぱちょっと自分の中のね思い出というか記念というか嬉しい。あ、来た、これ今うちの店、これうちの店です。今六本木、よいしょ、ズームできへん、こっち出ております。あ、嬉しいもんや。あ、知ってる、あれいっぱいよく食べてる。あ、これ最近できたメニュー、あのおにぎりすごい美味しいの、玄米で美味しいの。そう、秋田小町なのか。あ、やった、わ、名前も出た。いえ、いや、あっという間でしたけれども、いや、ありました。これ1時間に1度流れてるということなんで、ありがたい話です。いい思い出になりました。ぜひ皆さんね、まあ、渋谷に来ること自粛期間中なんてないと思いますけれども、まあ、思い出に撮らせていただきました。ありがとうございました。